覚えられない。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、メルマガの読者さんから、範囲が広すぎて覚えられません、どうしたらいいですかっていう、ご相談がありましたので、あなたとね、共有できればと思っています。卓研試験は、範囲が広い、もうこれはね、私も実際に、独学で勉強していて、痛感したことですし、もしかしたらあなたも同じように思っているかもしれないです。ただこの範囲が広い、これをね、すべて覚えようとしなくてもいいんですよね。実際試験に出題される部分っていうのは、それぞれ例えば民法の中でもある一部なんですよね。なので出題されやすい部分に絞って勉強していくっていうことをやっていくと、まあ一つ効率が上がるわけですよ。例えばなんですけども、区分所有法とか借地借家法とか不動産登記法、このあたりっていうのはもう毎年出題される分野ですよね。なのでこの部分はちゃんと勉強しておこう。その他の部分について、例えば先取り特権だったりとか、質権だったりとか、ちょっとそういった部分は、過去問やっていてもなんか取材が少ないなって思ったのであれば、そこをね、省いちゃうとかっていうことをやっていくと絞れるわけですよ。で、卓研試験って、50問あって、満点取らなきゃ不合格ですとかね、45点取らなきゃ不合格ですっていうのはないわけなんですよ。まあ大体、まあ例年で言うと35点以上取っていれば合格するんですよね。なので、変な話、15問落としていいわけなので、満点を狙わずに、出題されやすい分野に絞って勉強していくっていう方法があります。ただ間違っちゃいけないのはね、権利関係を捨てるっていうね、この、絞りすぎるっていうのはやめた方がいいんですよ。この権利関係を捨てるってことは、宅建業法と法令上の制限と税その他に絞っていくわけなんですけども、権利関係で14点分あるんでね、ここをがっつりもう、バッサリ捨てちゃうと、合格まず無理なので。だから権利関係の部分でも、この分野だけ捨てるっていうような形であればね、問題はないと思います。例えば不動産登記法も、正直内容的には難しいんですよ。毎年出るけども、ちゃんと理解しようと思ったら、相当難しい分野なんですね。だからここについてはもうとりあえずは丸暗記して、過去問丸暗記して、その過去問から出題されなかったらもう捨てるとかね。そういう風に捨てるにしても、全体を捨てるんじゃなくて、ここでちょこちょこね、分野を絞ってね、捨てていくっていう風な感じでやっていった方がいいです。あとそれに付随して苦手なところってありますよね。これ、例えば、分数が苦手、計算問題が苦手な方って、例えばね、法令上の制限の中にある建築基準法、ここの建築基準法の中にある容積率とか建蔽率とかっていうところがあるんですよ。で、これでね、分数計算をしなきゃいけない問題とかって実際出てくるんですね。あと相続の法定相続分も分数計算をしなきゃいけない。で、もうそもそも分数計算ができないっていう方も実際いらっしゃるんですよね。であれば、もう分数計算の勉強をするんじゃなくて、もうそこは捨てちゃう。まあ、出たとしても1点2点なんですよ。例えば法令上の制限のとこで1点出て、相続のとこで1点出て、で2点じゃないですか。もうこれはもう最悪捨てちゃってもいいと。その代わりその他の部分でちゃんとカバーしようってやっていったりすればね、ちゃんと合格点は取れますので。分数計算が苦手だから分数計算を一から勉強し始めるとかね、それの方が非効率なんで、それはやめた方がいいです。っていったところですね。で、二つ目。これすごく重要なんですけども、分ける。こういう風に考えてる方、範囲が広すぎて覚えられないって考えてる方っていうのは、覚えるっていう視点で勉強してるんですよ。例えば解説を覚えよう、ポイントを覚えようっていう風にね、覚えるっていう風な視点で勉強を進めているんですよね。そうすると、絞ったとしてもね、おそらくね、覚えられないんですよ。それ絞っても広いんで、多いんで、頭に入れるべきものが量多いんでね。だから、ちゃんと、覚えるっていう暗記だけじゃなくて、理解をするっていう別のね、側面もちゃんと見ながら学習をしていくってことをやってた方がいいです。理解できるものについてはちゃんと理解をしていく。でも、丸暗記でいいものについてはもう丸暗記をするっていうふうに、ちゃんと分けるってことですね。例えば数字とかね、
2週間以内に、宅建業法とかでよく出てくるんですよね。2週間とか1週間とか。もうそういったところはもう丸暗記しちゃう。もしくは語呂合わせを使って、覚えちゃうっていうような感じで全然問題ないです。あとは理解できるものっていうのはやっぱあるんですよね。これについてはちょっと別途ね、違う動画でお伝えしてます。独学でできる理解学習だったかな。そういった動画でちょっとお話してるんで、そちらをね、ご覧いただければ具体例もね、出しながらお話してますんで、そちらちょっとご覧ください。理解できるものがありますんで、そういったものはちゃんと理解をする。そうすると、理解をしていくと、覚えるものが少なくなりますよね。で、さらには理解しているものっていうのは、定着率がいいんですよ。ちゃんと自分の中で、イメージできたりとか、噛み砕いて頭に入れてあったりとか、あと具体例で頭に入っていたりするんで、忘れにくいんですね。まあ、一回やっただけで頭に入るとは思わないでくださいよ。天才じゃない限り一回で頭に入らないんで。やっぱまあそうですね、5、6回ぐらいは復習は必要だと思います。5、6回ぐらい復習しておけば、ある程度理解してるものっていうのはもう頭に入ってきて定着するのでね、大丈夫なんですけども、丸暗記だと5、6回やっても忘れるんですよ。で、7、8回やって覚えたかなと思って、時間経ったらまた忘れちゃうとかってなっちゃうので、ちゃんと理解っていうものも、一方でね、理解学習もしながら暗記もやっていくってことをぜひ行ってください。この両輪をちゃんと回していくってことをやっていかないと、絞った中でもやっぱり範囲はね、それなりに覚える量、頭に入れる量っていうのが多いので、理解学習も同時に、行っていってください。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。